くなってやろう。ジャンピング。ザバッシャーゴー。ゴーよ。ラゴー。ゲゴー。え、サロフ。慣れないポジションだったんですけど。まあ、チームとして前から守備をしてはめていくっていう形は何個か出せたし、まあその中でもっと自分の良さっていうのを出せればよかったんですけど、そこはチームとしてもっと全体的にレベルアップしていく中で自分の良さを出せたいなと思っています。 J1 のああいうセンターバックっていうのはすごいレベル高いので、その中でそういうレベルを経験できたっていうのはすごいこれから、開幕に向けて、いい経験だったと思います。残り甲府戦あるんで、まだゴール決めてないんで、最後点取ってアピールしてチームとしても、勝利で終われればいいなと思ってます。まあチームのやろうとしていることを少しは表現できたと思うんですけど、まあ後ろからつなぐっていう部分はできたところとやっぱできないところが多かったと思うので、そういうところはもっと改善していかないといけないと思うんですけど、まあ切り替えの部分っていうところでは前からしっかりいけてたんで、そこからチャンスも多く作れたと思うので、そこはもっと伸ばしていかなきゃいけないところだと思います。まあうまく連動して前から守備もできたと思いますし、で後ろ、まあ、押し込まれた状態でもみんなでうまくカバーし合えて、その中でもしっかり人に行けてたんで、まあシュート決定的な場面もあんまり作らせなかったと思うので、いい結果だったと思います。でまあ今日出たところの、まあ今日出たところっていうか、まあチームとしてやっていかなきゃいけないところはずっと変わってないんで、そこを集中していくのと、あとはまあいろいろまだセットプレーのやり方であったり、そういうところが変わっているので、みんなもっと理解していかなきゃいけないと思います。